だったよ。本当によかった。ウェンディ、ステラおばさん、心配かけてすまなかった。全て終わった。終わったんだ。いいよ、何も言わなくても。さあ、お城の英雄王様に会っていらっしゃい。デュランには辛い旅であったな。だがデュランよ、悲しむことはない。黄金の騎士ロキは今お前たちの中によみがえった。彼の魂はお前たちと共にある。これから我々はマナの女神様を頼らずに、我々自身で未来を作っていかなければならない。デュラン、いや、新しい黄金の騎士たちよ、フォルセナと世界の未来を導いていってくれ。頼んだぞ。おじいちゃん。シャルロット、無事だったか。よかった。お前にもしものことがあったら、わしはお前の両親リロイとシェーラに申し訳が立たん。それよりおじいちゃん、病気は？ヒースがわしの呪いによる病を治してくれたのじゃ。あるよ、突然ヒースの幻影が現れ、禁じられた闇の呪法を使い、自らの命を犠牲にしてわしを救い、消えてしまったのじゃ。こんな老いぼれのために命を捨てるなと止めたんじゃが、ヒースは闇に落ちた自分自身が悪に染まってしまう前に、自ら命を絶つためあえて闇の禁呪を使いおったのじゃ。マナの女神様に助けられたんだ。闇に落ち、自ら命を絶って暗い空間を漂っていたら、柔らかな光が私を包み、女神様の声が聞こえたんだ。そして女神様がフェアリーだった時の命をこの私に授けてくださったのだよ。私は女神様によって身も心も救われたんだ。シャルロット、大丈夫だよ、もうどこにも行かないから。さあ、涙を拭いて、女神様に笑われちゃうぞ。切り立っておる。お前はすぐ早とちりするからダメなのだ。もっと相手や情勢を冷静に見て行動せい。何を？お前はカールを殺してしまったと思い込んだようだが、これを見ろ。生きてる。でもどうして？死を食
食らう男の使った幻術によって仮死状態になっていただけだ。それをお前はよく確かめもせず埋めてしまいおって、かわいそうに。後でわしが自ら掘り起こして助けてやったのだ。獣人を、オイラ、あんたを誤解してた。かまわん。むしろその方が好都合だったがな。お前は母親がいないせいか、子供の頃からすぐに弱さが表に出る。お前にはもっと強くなってもらわねばならん。お前は自分の母親は逃げていったと思い込んでいるようだが、本当はお前が幼い頃に病気で死んだんだ。だがそれを知らせないで怒りをわしに向けさせたかった。怒りや憎しみは力や強さを引き出すのに利用できるからな。だがそれは真の強さではない。真の強さはそれを超えたところにあるのだ。人間への復讐とかマナの剣とか、そんなことにはわしは関心がない。このビーストキングダムを建てたのも、それまでの獣人たちがあまりに情けなかったからだ。いつまでも人間たちに虐げられたことを根に持ち、うじうじしていても仕方がなかろう。人間界への侵攻は、そんな獣人たちに勇気と希望を与えるための口実に過ぎん。だがようやく獣人たちも自信を持ち始め、なんとか自立することができたようだ。わしはな、弱いやつが許せんのだ。信じられるのは何事にもくじけない強い心と力だけだ。ケビン、お前もようやく自立への道を歩み始めたばかりだ。自分が信じる者のために戦え、ケビン。獣人よ、オイラ、これからも仲間たちと一緒にマナが失われたこの世界で未来に向かって戦い続ける。そして獣人よ、いつかあんたを超えてやる。それはどうかな。お前みたいなひよっこに負けるほど置いてはおらん。さあ行け、ケビンよ。カールとオイラ、これからもずっと友達。そしてほら、仲間のみんなもカールと友達だ。これからもっともっと友達増えるぞ。よかったな。おお、デュランではないか。ちょうど良いところへ帰ってきた。待っておったぞ。私を待っていた？王様、どういうことですか？今のこの世界の危機に際し、未だ世にうずもれた腕の立つ戦士を探すため剣術大会を開くことになったのだ。どうだデュラン、どれほど腕を上げたか試してみぬか。若手部門の優勝経験者の出場となれば、皆の士気も上がることだろう。はい、ぜひお願いします。うん、もはや若手部門でかなうものはおるまい。デュランには本戦に出場してもらうとしよう。こいつは面白くなりやがったぜ。俺様が本戦出場の切符を手に入れた途端、宿敵のご機関とはな。おいデュラン、お前の最初の相手はこの俺様だ。せいぜい首を洗って待っていろよ。ではデュラン、試合開始まで準備を怠らぬようにな。準備が整い次第わしに話しかけるがいい。
行だ。準備は整ったか。それでは剣術大会本戦を開始する。俺様がどれほど腕を上げたかたっぷり味わうがいいぜ。覚悟しやがれよ、デュラン。デュラン勝つ、絶対。試合始め。勝者剣士デュラン。デュランやっぱり強い。デュランよ、さらに腕を上げたようだな。クサクサクサ、俺様だって腕を上げたはずなのに。おいデュラン、次こそはお前に一泡吹かせてやるからな。覚えてろよ。ああ望むところだ。いつだって相手になってやるぜ。ではデュラン、次は決勝戦だ。準備を怠らぬようにな。準備が整い次第わしに話しかけるがいい。次の相手は手ごわいぞ。どうだ、準備は整ったか。それでは剣術大会決勝戦を開始する。え、相手がいませんけど、王様と手合わせするのではないのですか。デュランよ、この度の決勝戦、お前の参加に合わせとっておきの相手を用意しておいたぞ。剣術大会決勝戦、剣士デュランの相手は黄金の騎士ロキ。ロキって、え、父さん。そんな、父さんは死んだはずじゃ。我が息子デュランよ、お前がどれほどの剣士となったか、すべてを捨て一人の騎士として手合わせ願う。いざ勝負だ。父さん。ああ、分かったぜ。俺も一人の剣士として、あんたを超えてみせる。行くぜ、黄金の騎士ロキ。それでは決勝戦、始め。幼かったお前と、こうして手合わせする日が来ようとはな。俺もマナの女神のお導きか。この剣、ライト引き抜け。ラッキーやつで、かなっち。黄金騎士の剣、引き抜け。痛いぜ。どうだよ、持ち切り。ユラ、よっしゃ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 
黄金騎士の剣受けてみよう。この剣見切れるか。手加減はなしだぜ。どうだよ剣文字切り。やっつい、やっつい、ユラ、やっつい、やっつい、さあ黄金剣士の剣、受けてみよう。いっつい、この剣見切れる。この剣見切れるか。鍛錬を積んだようだな、デュラン。俺は本当の強さを意味しません。父さんに憧れるから。だけど今は違う。はい、絶対に勝ってみせる。デュラン、やっぱり黄金騎士の剣受けてみよう。この剣生きれるか。やってくれるな。痛いぜ。そこまで。勝者、剣士デュラン。デュランよ、見事だ。もはやお前以上の剣士はこの世におるまい。父さん。心配するな。私の命はすでに失われたもの。もともとお前と手合わせした後、すぐに消える運命だった。一人の騎士として父を超えるほど成長した男の姿を見られたのだ。もう何も思い残すことはない。父さん。リチャード王子、私の勝手な願いでお手間をかけさせましたな。いや、とてもいいものを見させてもらったよ、我が友ロキ。王子、ではいずれまた。ああ、いずれまた。ディランよ、達者でな。ウェンディのことを頼んだぞ。息子の腕の中で、いや、自分が認めた剣士の腕の中でこの世を去るの悪くないものだな。父さん。優勝者剣士デュランに優勝賞品として我がフォルセナに伝わる至宝、勇気のオーブを授ける。ありがとうございます。
ラスチェンジアイテムでち。そうか、やったぜ。これで俺もクラス4になれるんだな。本当に強いやつこそがなるべきだ。そうじゃないのか。気に入らねえぜ、ケビンなんて弱虫が次の獣人王だなんてな。俺は絶対認めない。わしがいつあいつを次の獣人王と決めたと言った。真に強い者こそが獣人王。大いに結構。お前の言う通りだ。うわさすがは獣人王。見るがよいわ。お前の力を試すちょうどいい機会がやってきたようだぞ。ケビン、いいところへ来やがったな。俺はお前を倒して次の獣人王になる。言っておくが、お前に勝てないままどこかへ行っちまった弱虫ルガーなんかと俺を一緒にするんじゃねえぜ。てめえなんざひとひねりだ。ルガ、弱虫違う。弱虫は弱虫同士かばい合ってな。お前も弱虫、ルガーも弱虫。負けるのが怖くてここを出て行ったんだ。違う、ルガ侮辱するな。おいらお前許さない。やっつけてやる。望むところで。獣人王、ケビンが息子だからって止めねえよな。当然だ。力のない者など息子ではない。聞いたかケビン、覚悟しやがれ。シャルロットたちに挑むのか。俺たちの敵じゃなかったな。まいったか。おいら弱虫じゃない。ルガーへの言葉取り消せ。くそ、覚えてやがれ。どうやら少しは腕を上げたようだな。獣人を聞きたいことある。本能のオーブ知ってるか。なぜその名を知っている。世界の危機救うため探してる。もう一度聞く、本能のオーブ知ってるか。知りたければ月読みの塔の最上階まで来い。そして次の獣人王として皆に認められるよう自分の力を示すがいい。そうすれば教えてやる。わかった、月読みの塔だな。おいらやってやる。待っていたぞ獣人王。やはり随分と成長したようだ。だが真にお前が力を示すのはこれからだ。さあわしを倒してみろ。仲間たくさん、卑怯だぞ獣人王。バカ者が。こいつらはただの見届け人よ。お前がやはり力のないものだと証明するためのな。ケビン、本能のオーブについて知りたいのだ。ならばわしを倒し獣人の王者としての力を示してみよう。さあ行くぞ。獣人王、おいら、お前には負けない。そうでなくては話にならんがな。
を見せてやる。やっ、そうだ、何か、何か、もっと力を見せろ。やった、やっ、本能のオーブのこと教えろ。いいだろう。本能のオーブと長く獣人の間で受け継がれてきた獣人の長の証、持ってゆくがいい。これを持つ者こそが獣人の長。本能のオーブ手に入れた。オイラ、クラス4になれる。腕を上げたな、ケビン。だが、あれがわしの真の力だと思うなよ。獣人を強かった。でもオイラ、もっと強い。オイラ、もっともっと強くなる。ああ、それでこそ獣人王を継ぐ者よ。お前が望む限り、いつでもわしが相手になってやるからな。
ラスチェンジするの？さあ、クラスチェンジできるかやってみましょう。
Thank you.